グレイビットです。よろしくお願いします。はい、それでは水飲みながら MC やりたいと思います。はい、すごいスモークが炊いてあるよ。はい、すごいスモークが、スモークだね。あの今日が一番の告知先に行っちゃいます。はい、忘れそうなので困るから、はい、ようやくついに私たちグレイビット前行って、おっきり前行って、CD 本日物販で販売いたします。イエーイ、ナイス。お待たせしました。ガブ飲みです、すごい。と、なんだっけ、あ、そう、体力と水が足りないので、だいたい私の MC のタームでお題が出します。わー、出たー。なんか久々な気するね。そう、めっちゃ久しぶりなの。すごく久しぶりなので、やばいな。お題がもともと梅雨に関することと思ったんで、梅雨がまだ入ってない。そう、まだ早いな、ちょびっと。だけど、の夏が来ちゃったので、夏の思い出お願いします。で、はい、すいません、一個ずつ発表お願いしますと、もうちょっと前って、毎回言ってる。夏の思い出、夏の思い出、やばい、夏の思い出、どうしよう、時間もないし、やばいね、やばいね。はい、夏の思い出、中学生の時に、4時間かけて、チャリンコで海に行ったことです。すごい、すごい。4時間も自転車ずっと漕いでたら、あ、次の日足パンパンじゃない？いや、中学生だからそんなこともない。元気やだ、若さの力。逆に海入る力ある。海入った。確かに、もうその前で疲れ切っちゃってるから、ね、海行けないよね。海入ってカニ買って帰りました。
金買ってくれ、金のある中学生だね。1000円くらいで買えるの。あ、そうなの。そう、安いの、新潟安いの。じゃあなんで、じゃあなんでチャリ、チャリで行きたかったんだよ。時間大丈夫かな。わかんない。さっき楽屋に入ったら、楽屋が女子校の夏の匂いがしました。思い出が爽やか。あ、女子校だったんですよ、6年間。で、同じ匂いがすごい、あの、アイドルさんたちの、香りがしました。すごいって皆さん借りたいって言ってるかもしれないから、思っちゃうかもしれないから、ちょっといけない香りがします本当だね。え、私の夏の思い出は、あ、ごめんごめん、かぶちゃん。私剣道部だったので、夏はあの剣道部の合宿でめちゃめちゃあの試合をしてたんですけど。意外ですよね、剣道部って。意外じゃない、なんか本当意外、意外。もうちょっと大きい声で言ってくれない。喋れない。喋れないから。意外ですよね。喋れない。あれ、なびいてくれてる。ありがとうございます。ありがとうございます。この茶番がもう終わります。じゃあ、ちょっとね、告知します。聞きたかった。はい。思いついた？思いついてない。思いついてないから、一応、10秒で早めに。10秒で。わかんないけど、4時間かけて、チャリ並んでも。はい、終わり。はい、10秒過ぎました。はい、じゃあ私たちクレイビット月色ライブが6月12日で2本がありますので、朝がフラワーズロフト、そしてもう1本がまだ解禁してないので、詳しい情報が公式 Twitter でチェックしてください。それでは次の曲いきたいと思います。はい、MC が天才だった。いや、天才じゃないです、今日は。もう天才だから、もう今日は、はい、どうぞ。いや、優しいな。どうぞ。アスタフィーバー、イエーイ。皆さん、今日はありがとうございます。終わってない、終わってない、終わってない。まだ終わってない。まだ行きましょう。夢を見てる。
ラスト、わがやわがまま浴場。Thank you.